はいどうもこんにちは、ゆーちゃんパパでございます。 KOF98UMOL 本日も楽しくやっていきましょう。本日ね、12月の6日月曜日なんですけれども、今日はね、昨日からね、マリンのね、武器ガチャが来てるということの、まあ2日目という感じでございますんで、中日みたいな感じなんでね、特にね、なんかめっちゃイベントがっていう感じではないんですけれども、で、一応ね、ちょっと長くね、イベントやってたね、このパトロールとかも、一応今日までなんですよね。ここでね、明日までってなってるんですけれども、一応このパトロールの中の方は、今日まででございますんでね。これね、ちょっと勘違いせずにね、こっちのね、パトロールのね、採掘イベントの方は今日まででございますんで、体力のね、消化忘れに気をつけていただいて、で、ショップの方はね、明日までっていう感じなんですけれども、基本的にこれね、もう万能破片とね、この奥義飛躍をね、変えるっていうのでいいんじゃないかなと思いますけどね。あとはね、もう高すぎんですよね、これね。これね、ちょっとね、価格設定ね、ちゃんとしてほしいなとか思いますけどね。これだけ異様に安いから、なんで奥義飛躍とね、万能でいいんじゃないかなとは思います。こんな感じですね。で、このラッキーボックスの方もね、今日まででございますんでね、もう交換忘れしたらね、ギエーってなるんでね、これだけちょっと気をつけていただいてって感じなんですけど、私は結局ね、赤機能も赤コアも取らずに、グルメと、衣装と、バッジで、この神格の結晶ですね、を変えたような感じでございますね。このね、特急コアはね、今回からね、選択になってるんでね、結構熱いかなとかは思ってるんですけど、今はね、一応ね、赤で全部埋まってるんで、今回はね、ちょっとスルーしたような感じでございますけれども、あとはこっちら辺はちょっとね、まだ変えてないんですけれども、あとはね、無双とかに変えてもいいかなとかは思ったりはしてるんですけど、ちょっとそれね、また考えていこうかなと思うんですけど、で、購入ボーナス、今日買ってないんか。買ってないんで、で、課金ボーナスも来てるから、ほんなら、この1800だけ買っていきましょうか。はい。こんな感じで1800買うたら、これね、もらっていけるから、よし、いけい。ゲットサル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 とか言ってね、うるさいとか言って。それで65個あるから、12、3個後取れるような感じなんで、40ぐらいになるってことかな。あとは、LR の破片でね、星上げていってもいいですし、その辺またね、考えていこうかなという感じですね。くれぐれもね、寝落ちしてね、うわーっていうのだけね、忘れずにやっていただければなと思います。で、これね、この辺ももらっていって、よしっていう感じで。で、この辺ももらえると。結構ね、今回は一石四鳥ぐらいあるんかな。購入ボーナスね、結構いいかなっていう感じでございますけれども。で、今回からね、この1125の中ね、血脈のこの石がね、入ってるんですよね。ガチャ券30かって感じなんですけど、これですね。これの、この、これですね。これがね、5つあるっていう感じなんですけど、5つって別にそこまで得じゃないかなとかは思ったりはしてるんで、新品ショップでね、300で売ってる時に、ちょくちょく変えてるような感じなんで、特にね、これは別にいらんかなとかは思ったりはしてるんですけどね。ただね、1125のね、副産物っていう感じなんでね、別にね、課金される方はね、全然いいかなとは思いますけどね。というような、そんな感じでございますね。で、一応ね、今日からまたね、修行の方がね、再開してまして、私今ね、90まで行ったんですけど、またね、最後スキルの修行っていう感じで、まただるかったんですけどね、何が鬼畜かっていうとね、もう空手がね、もうええねんお前っていうね空手がね、もう10ターンで全然倒されへんねんお前、もちょっとほんまもうええでくみたいな、どんだけ踏ん張りすんねんみたいな、でカウンターで削ってくるしみたいな、なんじゃこいつみたいな感じでね、いろいろ苦戦しとったんですけど、一応ね、このスキルの修行の、おすすめメンバーっていくと、一応こんな感じかなと。結構ね、スキルで火力取れるようなね、キャラと、崩壊ダメージをね、与えていけるね、キャラでね、編成して、星3つね、取ったような感じなんで、絶対にこれじゃないとダメとかそういうことじゃないんですけど、一応このキャラ編成でいったらね、結構楽にね、勝てたかなというような感じでございますね。で、必殺打てないんで、ストライカーでね、火力取れるね、キャラ持ってらっしゃる方はね、ストライカーにね、攻撃特化のね、キャラを入れてもいいかなとは思うんですけど、私、ストライカーね、ちょっとあんまりね、極めてないんで、あんまりとか全く極めてないんで、ちょっとね、スタメンだけでね、ちょっと
やっていくような感じやったんですけど、うん、一応こんな感じのメンバーでございますけれども、まあ、結構ねマリーがねあのローズニードルね入れてくれるような感じなんで、うん、ここに来てねブルーマリーが結構活躍してくれてたかなというような感じはしますけど、まあまあそんな感じでねちょっとねスキルのね、修行っていうのがちょっとね鬱陶しいなとか思いながら、まあまあ、まあ、メンバーね参考にしていただければなと思うんですけれども、うん、まあ一応再開したんでね、体力全部こうってやったんですけど、まあ、ちょっと朝一からできなかったんでね、うん、ランキング的にもね今現在5位っていう感じなんで、ちょっと1無理やなみたいな感じなんですけどね、まあ、これはこれでねまたね、まあ、毎日ね10回買うわけじゃないですけども、うん、こんな感じで、まあ、半分ぐらいね毎日ね買っていって、ね、またね先生のね底上げやっていこうかなというような感じでございますね、うん、というような感じでございますね。まあ、本日はね特にねイベントやってるわけじゃなかったんですけれども、今日までのイベントがねあったのと今日からのねまたイベントが始まってるというね、まあ、注意喚起っていうかね始まってますよっていうね、ちょっとご注意くださいでっていう感じと、修行のねちょっとスキルのねちょっとパーティー編成ね結構気になられるっていう方ねコメントでねよくいただいてたので、私のパーティーをね参考にしていただいた動画でございました。はい、今回の動画は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。バイバーイ。